なるほど。島唯一の学校。この子も眉毛細いね。だってってのが微妙だけど。なになに？春が来た系の話？うん。寮の畑のアスパラが昨日やっと芽を出してね。それはおめでとう。美味しそうだね、アスパラ。困りますね、霧島先生。あ、始業式の日は先生なんだ。1時間前に職員会議があると、なるほど。1月も前に連絡したはずですが。そんな前の連絡なんか覚えてるわけないじゃん。特に今年からは2年生を受け持っていただくのですから、先生にはますますの自覚をお願いしたいところなのですが、その初日からこれでは。はい、重ね重ね。まあまあ教頭先生、そのくらいにしておきましょう。霧島先生も反省しているようですし。は？はあ。学園長先生。それに今年度からは何かと頑張っていただかなくては。特に寮長として今まで以上に。あ、4月なんだ。そうですね。何しろ残された時間はもうわずかですからね。何？あの教頭先生、それは一体どういう。何残された時間って。霧島先生、そろそろ始業式が始まりますよ。話ずらしやがった。なんだこいつ、なんかの黒幕かよ。なんなんだろう、残された時間って。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。ただいま教頭先生からご紹介いただきました、高水塚学園なんかつけてるね、朝倉直子です。相変わらず綺麗だね、会長さん。そうだね、いつも凛々しいし、誰にでも優しいし、とっても礼儀正しいし、それでいて気さくだし、こんなとこにいるのがもったいないくらいのお嬢様だよね。皆さんがこれから通うことになる高水塚学園は、緑豊かな南佐向島が一望できる高台の上にありまして、早速長い長い石段の洗礼を受けたかと思います。ひゃっくりがやべえのか。見ての通り小さな、本当に小さな学園ですが、だからこそ全校の皆さんが先生も含めて仲良く楽しい学園生活を送っています。新入生の皆さんにも
ぜひその楽しさが伝わるよう。あ、この子とさっきのこの子が新入生なのか。いきなり今年の新入生ナンバーワン候補2人も発見。誰、マサフミって。相当ひどい二日酔いだな。おかしいおかしくないの問題じゃなくて、渡の場合呼吸してないみたいなもんだ。え、渡って教師なの、生徒なの。どんな悩みだ。わたる、お前酸素欠乏症で。というわけで、今日からみんなの友達になる転校生を紹介します。あ、2年生転校生って、なんで転校してくならともかくね。なことはどうでもいい。で、さえちゃん、女の子。先生に向かってさえちゃんはいい加減やめてよ。わたるは先生なのかな、生徒なのかな。だいたいね、今年から私はクラス担任なのよ。責任ある立場なわけよ。それがさ、学生にちゃん付けで呼ばれてたら立場なくない。ああ、わかったわかりましたから、桐島先生、早く紹介してくださいよ。ホームルームが片付かないったら。なんか釈然としないけど、まいいわ。ささ入っておいで。わたる、どうしたの星野。初めましての人は初めまして。本日から皆さんとご一緒させていただくことになっちゃった三田村茜をよろしくお願いします。あれ、え、朝の子。あんた、もしかして。え、ピアスつけてないからわかんない。え、朝の子なの？これ別なの？え、どっちなの？わからない、わからないです。ピアスつけてたら朝の子だよね。あとちょっと朝の子より髪の毛が長かったかもしれない。よかったぜ、新入生ファン急増だな。いやいや、もう緊張するったらなかったわ。ところで2人とも春休みはどうだった？どうもこうもねえよ。朝倉に会えない毎日なんてさそういうことばっかり言ってると彼女の不況を買うんじゃないかしら。何？お前彼女いたの？何言ってんだよ。俺は朝倉一筋だって10年前から言ってるだろ。やだわ、半袖なんだ。私がここに来たのほんの3年前じゃない。でも、あ、南の島だから暖かいのか。また明日からもよろしくね。それじゃあ私生徒会があるから。あ、じゃあな。え、高校生ってこういうノリなの？私の高校生の頃と全然違う。新学期初日からうっとうしいったらありゃしない。あ、お疲れ様、直子さん。たった2週間顔見せないだけでこれだもん。人気ありすぎってのも考えものだわ。渡る、肩もんで肩。ほらほら、私の体に触れられることに涙を流して喜びつつ揉め。あんたの顔、私の胸と同じくらい。さすがは副会長。ちょっと触っただけでそこまで。あ、渡る、副会長だから生徒なの？あ、渡る生徒なんだ。なるほどね。
月までは役員も8人いたのにね。うん、やっぱり寂しくなっちゃうね。シガリアの海ならそう言うだろうと思ってさ。あ、黄色頭って見た目は地味、美人だけど、はあの性格地味なんだ。遅くなりました。1年 A 組クラス委員長六条美穂、本日より高水科学園生徒会にお世話になります。あ、渡るだ。私の部屋隙間風が入ってくるようになってさ、改装したいと思ってたのよね。だから生徒会費を流用しやすいように人員配置を工夫してみました。全力を尽くすわよ、二人の新入生のためにね。え、洗面所さ、お湯が出るといいと思わない？賛成。あ、それありがたいです。私ちょっと冷たいの苦手で。さてと、そうやって雑談ばっかりでも仕方ないわね。それじゃ今年度第1回目の生徒会総会を開催します。意義なし。まず最初の議題は昨日の同金騒動の件について。うん、詰め込んでたな。これ選択肢選ぶとかないの？あ、まだ序盤だからね。これからだよね。なんかなんとか室に行きますとか、休日の予定決めますとか、そういう選択肢的なのが出てくるのはこれからだよね。なんか今読んでるだけだよ私。教えてもらったよ。そろそろなんかいろいろ選んだりしたい。選択肢選んだり、どこに行くか選んだりしたいんです。はい、渡るは本当はいいやつだってば。多分次回くらいから選んだりできるようになると思います。はい。